どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、昨日コストコからのイケアに行ってきまして、コストコのね動画はもうアップしたと思うんですけど、イケアの購入品をね紹介しますって多分言ってたと思うんですよ。量的にはそんなにないんですけど、イケアの購入品紹介をしつつ、ちょっとまあ設置的なものがちょこっとあるので開封までしていこうかなと思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。さあ、ということで IKEA の購入品、まず1個目はですね、じゃん、こちらの多分前にも1個買ったことがあるんですけど、ジョーロですね。これあのお花にこうお水をあげる用のジョーロ1個あるんですけど、お花にお水をあげる用のジョーロとして買ったんじゃなくって、私は寝室とか子供たちの部屋にある加湿器があるんだけど、この加湿器が3階の洗面台にうまくカポってはまらなくって、だから毎回こうコップでこうね運んだりとかしてて、結構何回も往復するのが大変だったりするので、ちょっとこれでガーッと2発ぐらいで入れれたら最高だなと思って、加湿器のお水を入れる用のジョーロとして買いました。でも3階にも観葉植物あったりとかしてお水あげたりするので、まあ、そういう時にも買おうと思って3階用に買いました。2階のを持ってきようって感じなんですけど、2階は2階で結構いろいろ使ってるので、これは3階用で買いました。そして次はじゃん、こちらの観葉植物でございます。これね、モンステラ、私モンステラがすごく好きで、このね金額がこのサイズ感で1700円ぐらいでね購入できたんですよ。可愛いし、葉っぱも結構しっかりめな葉っぱでいい感じの綺麗な状態だったので買おうと思って、こちらモンステラの苗を買いました。そのモンステラの下にこれをね置きたいなと思って、植木鉢の台みたいなやつですかね、これも買ってみました。置いてみるとちょっと1個ここにワンクッションなんかあった方がいいのかなって感じはするんですけど、お皿なのか何なのか、可愛くない？こんな感じでね飾ろうかなと思って買ってみました。この組み合わせがすごい可愛いなと思ってこちら購入しました。そしてこちらです。こちらは造花でございます。ちょっとこの鉢とこの造花自体は別売りになってるんですけど、私はこの編み編みの入れ物とこんな感じで、このふさふさした、これはなんていう木なんですかね、ささささしてる葉っぱを買いました。最初ねここにこれを入れようかなって思ってたの、この感じもすごい可愛いなって思ってたんですけど、ちょっとやっぱりバランスが若干違うなと思って、ここはモンステラを入れます。これはこれでこういう感じで飾ってても可愛いなと思って、こちらですね。お次はじゃん、こちらのサボテンです。こちらも造花になっております。偽物ですね。結構うち本物のサボテンが何箇所かにいるんですけど、そう、結構サボテン好きで、冬場とか曲がってっちゃったりするのよ。形が結構変わっちゃったりとか、思うようにこううまくね綺麗に自分が思う形に育っていかない、それが楽しいところでもあるんですけど、2箇所ぐらい本物のサボテンが今お家にあるんですけど、他のところにもサボテンを置きたいなと思って、今回は造花で可愛いのが売ってたので、こちらのサボテンのね造花を買いまして、サボテンの下はこういう木みたいな感じっていうよりは瓶みたいな感じの方が可愛いなと思って、こちらの鉢っていうんですか、入れ物を買いまして、入れるとこういう感じの、サイズ的にはこんな感じですね。ここまである感じのサボテンでございます。可愛くない？すごい可愛いのよ。ちなみにそれをもう1セット購入しまして、セットあります。双子ちゃんです。ここだけですごく可愛い感じなんですけど、はい、次はじゃん、こちらです。これはね本当に前も我が家にあってすっごい使ってたんですよ。子供たちが外でなんか基地を作ってたりとかもしてて、でそのまま雨が降って忘れちゃったりとかしてて、中にね水を吸っちゃったりとかしてたの。雨もそうだし、夏場はねこれを使ってなんかプール遊びでなんか使ってて水が溜まっちゃってダメになっちゃったんですよ。新しく買ってきました。ピンク色のマットが買いたかったんですけど、なんせうちはメンズが
ほぼほぼ占めてるので、こっちの色味の方がいいかなと思って、こっちの落ち着いたカラーですね。でなんかもう一個緑系の鮮やかな緑と薄い緑とっていう、もうザ緑みたいな感じのマットもあったんですけど、そっちよりはこっちの方がなんか馴染むかなと思って、こっちの色味もう全く一緒なんですけど、前回のとこっちの色味のマットにしました。これ2個買おうかなって迷ったんだけど、とりあえず1個にしました。マットです。次はじゃん、こちらです。観葉植物とかお花とかを角に飾るやつなんですけど、こういう感じですね。こういう感じの形になります。ここに飾ったりとかするの、お花飾ったりとか観葉植物飾ったりとか、まあ、小物飾ったりとかもできるのかな。玄関に飾ろうかなと思って買ったんですよ。ああ、ただネジが必要になってくる組み立てっぽいので、これは後でにしますか。これちょっと後で玄関に飾ったら動画で回しますね。一旦ステイして次行きます。そして最後っちゃ最後なんですけど、じゃん、こちらの野外用の椅子ですね。椅子とテーブルを買いました。すごい安かったのよ。折りたたみの野外用の椅子、これがね2000円、可愛くない？木目調でここが黒なんでちょっとかっこいい感じですね。これを2脚買いまして、あとテーブルも買ったので、野外用のさ椅子とかテーブルってちょっと高いイメージなんですけど、これに関してはすごくこうリーズナブルで買うことができました。大変、これも組み立てかい？チッてはめる系かな。ネジは入ってない。やだー、これこうで、やだー、ちょっと待って、こういってこういって引っ掛ける系ですね。よいしょ、よし、こんな感じ？こんな感じのテーブルですね。椅子がもう一着あります。こんな感じの椅子とテーブルになってます。ただね、ちょっとね、ほんとここの隙間が結構空いてるから、落ちるかなって感じ？心配はあるんですけど、ここになんかこう、ちょっとガラス板みたいな、なんか敷いてお茶したりとかするのが一番安全なのかなって感じはしてます。なので、これちょっとせっかくなので、設置してみようかなと思います。イメージはこの辺なんですけど、こんな感じのイメージなんですけど、こういう感じ、ここでなんかお茶するみたいな感じ行ったんですけど、微妙？ここのね、木がやっぱ冬場で枯れちゃったんですよ。これはここをね、切ってまた新しい新芽が出てくるのを待つって感じなので、ちょっとね、冬はまあしょうがないっちゃしょうがないのかなっていう感じで、今緑がないんですけど、この感じかな。ちょっと暖かくなったら朝ごはんとかお茶みたいなのできたらいいなと思ってさ、こっちにもまあテーブルと椅子、ちっちゃいテーブルとまあ普通の椅子ソファーあるんですけど、こうやってちょこっと座ってられる場所っていうのがあったらいいなと思ってて、めちゃめちゃいいんだけど、私はすごく気に入っております。この感じかわいい。ちょうど今気づけば10時なんですけど、私朝ごはん食べれてないので、ここでちょっと軽く朝ごはんでも食べようかなと思います。いろいろメイクしたりとか掃除したり洗濯してたら動画撮っててさ、気づけばこんな10時になってしまった。お腹が空いた。朝ごはんは昨日のコストコで1個追加で買ってきたこちらのホットドッグの半分とハイローラー食べようかな。こちらのハイローラーを食べます。コーヒーは朝から作って飲んでたので、昨日さコストコ行ってさ、もうさ牛乳さこれ2本目でさ、これもさもうさ終わる。コストコの2本目が空きまして、本当に早いスピードで牛乳がなくなっていきます。こんな感じで私の朝ごはんを食べます。最高じゃない？これ最高じゃない？今日はね、本当にめちゃめちゃいい天気で、気温も14度ぐらいらしいんですよ。ちょっとここ日がね、まだ当たってないんですけど、春先はまあ花粉が出てくるかもしれないけど、絶対気持ちいいと思う。私の朝ごはん、こちらですね。ハイローラーとホットドッグ、いただきます。いきます。うん、おいしい。ただちょっと寒いかも。時期的には寒いですね。でもめっ
ちゃいい。このテーブルいくらだったかな、3級ぐらいだったかな。すごいちゃんとしてない、おしゃれだしさ、椅子なんて2000円だからね、安い。これここかな。どう、どんどんでかい。なんかすごい絵的にはめちゃめちゃいい朝みたいな感じになってますけど、あの家の中はさ、さっきさこれを開けたさ袋とかがさ散乱してます。やっぱすごい優雅な朝に見えて、この後は片付けなきゃいけない。実際ね、久しぶりにイケアに行ったんだけど、キッチンとか他の洗面台とかめっちゃ可愛くって、1年前に来ればよかったって思うぐらい本当にすごい可愛いものがいっぱいあって、ちょっとうちパントリーもどうにかもうちょっと使いやすい感じにしたいなって思ってて、今さほら棚に食器を置いちゃってるから危ないって結構やっぱコメントも教えてくれたりとかしてるんですよ。ちゃんとした食器棚っていうのを置こうかなって思ったりとかもしてて、そうだからちょっと品番抑えて昨日は見てきただけなんですけど、買わずに IKEA にするか今ニトリにするか食器棚を迷ってます。あのパントリーをもうちょっと安全でいい感じに使えたらいいなと思って、食器棚にね扉がないと怖いじゃん、子供もいるし。そうなのでちょっと食器棚を今探しております。やばい、おいしい。子供部屋もめちゃめちゃ可愛いじゃん。いて、あの壁につける雲みたいなやつとか蝶々みたいなやつとかさ、電気めちゃ可愛いなと思って。本当にセンスがないと難しいよね。でも IKEA の家具はめちゃめちゃ可愛いし、一個一個こう部屋になってイメージしやすいから見てても楽しい。私人の家見るのめっちゃ好きで、人の家見るのめっちゃ好きっていう言い方あれだけど、家を見るのが好きなんですよ。だから IKEA のあの感じがすごく好き、楽しい。まだ寒い、やっぱり14度って言うても多分ここ日陰だから寒い。今ね多分私今この座席だからいい感じだけど、客観的に見たらすごいポツンと一軒家みたいになってるよ。見る、私が今いた場所はあちらになりますんで、あそこでご飯を食べております。この椅子あるんですけど、ご飯をこうやって座って食べるにはすごく食べづらい感じなの。ゆっくりこう座って話すみたいなところにはすごくいいと思うんですけど、モーニングをするみたいな感じではないじゃない。あとは雨が降るからクッションをちょいちょいしまっちゃってたりとかしてて、結構さ質問で外のクッションどうしてるんですかっていう質問をいただくんですけど、私は一応雨が降るって分かってれば倉庫にしまいます。でもまあ降っちゃった、濡れちゃったなって時は乾かしたりとか、あと定期的に洗ったりとかしてる。だからなんか濡れてもいいっちゃいいんだろうけど、濡らさない方がいいものだと思う、もの的には。野外用とはいえ逆にみんなどうしてるのか知りたい。明日が雨とかって時はしまうけど、柔軟よくできないから対応は。だから全然濡れちゃう時もあるし、濡れちゃったらまあ乾けばいいかなって思う時と、まあちょっと見た感じ汚れたなって思ったら洗ったりとか、カバー外せるからしてます。春になって暖かくなったら最高だな。ここでターくんと休みの日にご飯食べるの。逆に今ここ日陰だから寒いけど、夏で言うとここは日陰だから涼しいかもしれない。日が来るタイミングもあると思うんだけど、今回 IKEA は行く予定もなかったから急いで行こうって言って、止まることなく通路を歩いて行ってきたから、今度ゆっくりパントリーのものとか見に行きたいんだよね。確かね、組み合わせ自由なの。例えばキッチンで言うと引き出しだけがいいんだけどって言ったら、多分引き出しだけでできるんですかね。あとこういうパカっていうところだけでいいんですけどって言ったら、それでできるのかな。なんかそういうのも聞く時間もなくって、とりあえず可愛いって思ったものだけこう目星をつけてきたから、次は本当1日かけて IKEA に行きたいなって思ってる。とりあえずこんな感じでよくわからない動画になっちゃったんですけど、一応購入品動画でした。ただちょっとコストコからの流れで IKEA を撮影しちゃうとすごく長い動画になっちゃいそうだったので、コストコはコストコで IKEA は IKEA っていう感じで、こんな感じで動画を分けさせてもらいました。こんな感じでまたね、多分 IKEA この感じだと行くと思うので、パントリーの改造とかもいい感じに作っていきたいなって思ってるから、まあ、その辺も動画が撮れたら撮ろうかなと思ってます。コストコよりも私ほんと IKEA の方詳しくないので、 IKEA のおすすめのものだったりとかアイテムあったら教えてほしいなと思います。
あとなんか美味しいさ、イケアのご飯食べるとこあるじゃない、あそこでもおすすめの食べ物あったら教えてほしいなって思ってます。はい、ということでこんな感じで今日はですね、イケアの購入品からの、まあ、私の朝ごはんやってみたんですけど、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、TikTok にアンジュシャルムにパセリにイデューやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっと新しくなった。どこら辺が気づきました？ぬぐんかい、ぬぐんかい。じゃあママちゃんは今からお片付けしてくるからさ、ちょっと遊んでて。片付けするの、ママ今から。よーし、スタートやろう。じゃあ一回ね、よーいスタート。ママと一緒。嘘でしょ。よーいだ。違うんだよ、これを片付けなきゃいけないんだよ。片付けたりします。とりあえず今から片付けつつ組み立てつつやっていきたいと思います。バイバイ。はい、そして皆さん、3月からなんとロフトさんでですね、こちらのイリュンのパックが店頭で発売されました。ありがとうございます。もう夢見ていたロフトさんでの店舗発売なんですけど、こちらはですね、ロフトさんでは箱売りだけではなくって、ネットにはない1枚売りっていうのも販売されております。なのでぜひちょっと気になるなって方はロフトさんに足を運んでいただいて、イルのパックを使っていただけたら嬉しいなと思います。締めは？はい、ということで本当に本当に次の動画でお会いしましょう。バイバイ。